デスバイオーディオで演奏するセルラーカオス。デスバイオーディオはニューヨーク市ブルックリンクウィリアムズバーグに位置する事業所用の建物の1階にあった倉庫空間。この名称は同唱拠点としていたエフェクツペダル製造会社の社名でもある。この倉庫は主に芸術家や音楽家が作業するための空間として利用されていたが、時には録音スタジオや エフェクツペダル製造工場、芸術や音楽イベントの会場などとしても使われ、批評家たちからもおおむね好意的な反応を得ていた。この倉庫の名称は特注でエフェクツペダルを製造する小さな会社、デスバイオーディオから取られたものである。2002年にオリバー・アッカーマンが創業したデスバイオーディオエフェクツは小規模な手作りのエフェクツペダル製造会社であり、その顧客には マイブラッティ、バレンタインのケビンシールズ、U2、ナイン、インチネイルズ、ライトニングボルト、ウィルコ、TV オンザレディオなどがいた。2007年春以降、建物の空間の一部がアンダーグラウンドミュージックや芸術イベントの会場として利用されるようになった。大勢ワール、ダーティープロジェクターズ、グローイング、トニーコンラッド、サーストンムーア、アールスティービームーア、ザック、 ヒル、ペイント・イット・ブラック、フューチャー・アイランズ、ブラック・パス、ピスト・ジーンズ、ジェフ・ザ・ブラザー・フット、ハマー・ヘッド、フランク・サイド・ボトム、ダンディ・コンなどが、デス・バイ・オーディオでパフォーマンスを披露した。この場所の運営に当たったのは、イー・ダン・ウィルバーとマット・コンボイであった。2007年、二人はこの倉庫で練習を重ねている、バンドたちの作品をリリースするために、デス・バイ・オーディオレコードを立ち上げた。 デスバイオーディオレコードはシスターズのカセットテープとコインアンダータングの WEP をリリースすることから事業を開始した。グルームズのデビューアルバムリジョイサーは2009年にデスバイオーディオレコードからリリースされ、後に K9 レコーズから再発された。2010年、このレーベルはブルックリン出身のスターリングやミネアポリスのシーフォワー,ーズのアルバムをリリースした。 2013年8月、フェイマスクラスレコードから2012年にデスバイ、オーディオで行われたライブ録音を収めたアートブックがリリースされた。2013年11月、地元のインディーズ系ゲーム開発者たちが制作した特注品のアーケードゲーム機器を紹介するデスバイオーディオアーケードのサイトを立ち上げた。2014年の遅い時期に雑誌、バイスを発行するバイスメディアが デスバイオーディオが入っていた建物の賃借権を得て、デスバイオーディオ関係の事業の立ち退きを強制した。2014年11月22日には、この空間での最後のショーが催された。ラトリフ、ベン、リズミックリフスオブエクスプローシブ、マニックインストゥルメンタルエネルギー、ザ、 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2011スラッシュ03スラッシュ07スラッシュアーツスラッシュミュージックスラッシュ 07dba.html。p ッ t a b amos, バーシャット t テスバイオーディオ、パフォーミングアーツベンス、ニューヨークマガジン。nymag.com。2011年5月29日閲覧。 A プレイストゥーベリーストレンジャーズ、バイナルジャンキーレコーディングス2015年8月4日閲覧ライブアット DBA フレキシーブックハットデスバイオーディオアーケードありがとうございます